はい、えー、毎度どうも、オリオの、俺のための、俺ラジオ。略して俺ラジ、えー、パーソナリティのオリオでございます。あー、しかしあれですよ。あのー、ラジオもね、あのー、これはおそらくファイル92番目になると思うんですけれども、あのー、ね、江口さんと、うー、ラジオ撮っちゃいました、つってからもうどんだけ時間経ってんだ、ぐらいのね、あの、勢いで、 えー、かなり、まあ、ブログの更新もそうなんですけれども、えー、ラジオの方もすっ飛ばしてまいりまして、のかれこれ、ねえー、かなりの日数が経っております。えー、あの本来ならですね、あのー、江口さんのラジオもすぐに発表してで、えー、あのね、王様ね、あの王様ですよ、画像の方は先にご紹介させていただきました、あの王様、王様が一体どういう人なのかというのをね、 あのー、ラジオでリアルに、えー、は体験していただきたいなっていうところなんですけれどもあの今回こうしてねあの江口さんのラジオも発表させてもらってで、あのー、またこうやって反省ファイルをやっとるわけなんですが、あのー、今回のね江口さんとのラジオで非常に1個だけ、ね、大きい反省点がありましてこれが、あのー、水曜どうでしょう わかる人はわかるタイトルなんですけど、えーまあ、北海道の方でね、あの最初はあーローカル番組として、えー、放送されていたものがですね、あのー、全国ネットで、えー、放送されるようになって、もどれぐらい、何年ぐらいになるのかな、結構なってると思うんですけど、あのー、大泉洋さんね、もう最近、もう最近っていうかもうここ数年、えー、もう本当に有名に。 大物になっちゃいましたけれども、あの大泉洋さんを中心として、であのー、名物ディレクターのね、あのー、名前忘れちゃいましたけど、なんとかさんと、あと、ミスターね、あのミスターもね鈴木、鈴木さんじゃなかったかな、うん、ちょっと定かじゃないんですが、あのミスターとね、あの大泉洋さんのね、珍、えー、道中といいますか、やり取りの面白さというか。 えー、その水曜どうでしょうっていう番組があるんですけれどもその番組のですね、えー、真似をした水曜どうでしょうごっこっていうのを江口さんとやったんですよ残念なことにそれを録音してないっていうのがね今回の一番の反省点でありましてあのー、とにかくね面白いの何が面白いかっていうとですねあのー 江口さんが大泉洋さんのモノマネがすごいうまいんですよあのー、大泉洋さん独特の口調っていうか言い回しっていうかね、あのー、言葉の選び方っていうかそれがすごいあのー、的確っていうかね見事なの表現の仕方がねだからそのなんだすごい自然に水曜どうでしょうごっこができたんですけど あのサービス精神旺盛な人なんで、もともとねあの、まあの、大泉洋さんもサービス精神旺盛ですよあの。そうなんですけど、江口さんがね、江口さん自体がすごいサービス精神旺盛で、えっと、まあ、あの記事にも書きましたけれども、車で送ってもらってる道中ですね、あのほとんどあの水曜どうでし小学校を展開してたんですよ。で、あの一番傑作だったのがですね、あのまあ、そのまま、 うーね、津田のままで送ってもらえるかって思ってたんですけれども、途中ですね、まあ時間の方がもうあの深夜になってましたので、12時前ぐらいかな、12時過ぎぐらいかな、ちょっと定かじゃないんですが、それぐらいの時間になってて、そんで、あのー、 なんだ、お腹もね、ちょっとまあ、晩ご飯も食べてないですから、小腹も空いたな、みたいな感じにはお互いなってたんですけど、まあ、時間も時間なんで、帰るか、みたいな感じで帰ってた時に、あの、水曜どうでしょうごっこが始まって、ほんで、水曜どうでしょうごっこをやってるさなかですね、あの、ラーメンでも食べていくか、みたいなね、江口さんが言ってくるわけですよ。あの、今、全然似てないですけど、あの、大泉洋産区長でね、言ってくるわけですよ。 でそしたらあのちょっとね、さすがに止まっちゃって、あのオリオの方がで。止まったにもいくつか理由があるんですけど、まず、ああの、えー、まあ、その時のねあの記事を読めた方にはあ、なんとなく察しはつくかと思うんですが、とにかくサービス精神が旺盛な人なんで、あの江口さんは。下手したらラーメンまで怒ってくれるんじゃないかって思っちゃった不安感。で あのー、プラス、この時間にこう、食うラーメンはうまいんだけれども、確実に脂肪になっちゃうよっていうね、あのー、危険を感じたところ、でも、お腹は空いてるからどうしようかなっていう、このね、葛藤、この3要素ですよ、精神的な葛藤と、あと江口さんに対する申し訳なさと、あと、まあ、そんな感じね。<laughs> もう一つ忘れちった。で、まぁ、あ、そんな感じで、あのー、ちょっと止まっちゃって、もう無言になっちゃったのね。そしたらね、あのー、大泉洋さんだったら、こう切り返すって切り返しで来たわけですよ。無言で、パッとね、えー、車内が無言になったときに、いや、君は食うんだ <laughs> ってね、<laughs> 言われたの。ほっといても食っちゃうんだ君は。う <laughs> ち帰っても食っちゃうんだよ、きっとね。とかなんか言ってくれたわけですよ。 これはね、見事だと思ったよ。あのー、大泉洋さんって、本当に言葉のね、切り返しとか、見事で、もう知ってる人はね、もう知ってる人に対してこうやって言うのもね、もう知ってるよ、ぐらいのあ、しつこいぐらいのね、あの言い回しなんですが、とにかく切り返しが見事っていうのを、リアルタイムにその目の前でね、君は食っちゃうんだなんてね、 あの水曜どうでしょうばりに言われたあの嬉しさあれを録音できてなかったのがね非常にもったいなかったですねでまあラーメン屋さんに入ってあ,、まあ、あの食券制だったんでねあのー、まあ先に江口さんが食券機の前に立っちゃうとあのー、先にねお金なんか入れられちゃっていいよ好きなのをしないよとかって言われかねないんでさすがにそれはもうまずいと思って あのー、もういや我先に我先にみたいな感じであのー、おりがですね先に <laughs> 食券機の前に立ってえー、まあまあその時間にねその時間に食うにしてはちょっとヘビーなんじゃないかいぐらいのあのチャーシュー麺をね食べたよ <laughs> 頼んだよ買ったよ <laughs> まあでもあの森は うー普通盛りだったか S サイズってのが多分なかったと思うから普通盛りだったんだろうな、うん、普通盛りでチャーシュー麺ででもね最近あでもチャーシュー麺の値段ってそうなのかな最近っていうほどあのラーメンが入ってるわけじゃないからわからないんですけどあのー、チャーシュー麺って大体相場ってどんなもんなのいくらぐらい皆さんとこはおいくらぐらいあのー、その時のラーメン屋さんはねすごい美味しかったよ背脂もね あのー、こってりなんだけどさっぱりした喉越しだったしであのー、麺もね硬すぎずやすぎずみたいなもうちょうどいい感じのラーメンででそのラーメンがねあのチャーシュー麺がなんかね確か値段は880円だったと思うんですよまああの、うん、チャーシュー麺ってだけで頼んで1000いくら取られるところもあるぐらいだから ま880円はもしかしたら安い方なのかもしれないね。チャーシュー麺にしたらね。で、そのチャーシュー麺を頼んで、江口さんは、普通のラーメンの大盛りかな。を頼んだのかな。で、あの、そこのお店はね、あのー、ライスが無料でついてくるんですよ。で、あのー、直券を渡すときに、あのー、ライスいりますかみたいな感じで聞かれて、で、あのー、ま、あいるかいらないか、その場で言えるんですけど、あの、オリオはもう、 いらなかったの、ね、ラーメンだけで十分満足できるのは知ってたんで,で江口さんはそのライスも頼んでて綺麗に食べたんだまたこれがねすっごいなぁと思ってねあのー、で江口さんも普段から大食いだ大食いだって言ってる人じゃないから多分普通なんですようおそらくねあのー、食欲 食べる量に関しては普通の人だと思うんですけど普通っていう基準はそうなのかなっていうね一般人に多い、まあ、普通っていう言葉がちょっと語弊があるんであれば一般に多い食欲の許容量キャパシティっていうのはあのー、江口さんが平均なのかなぐらいに今思うんですけどどうなんだろう男性陣普通に大盛りのラーメンを送ってライス食うかいそれが普通なのかい おには多いぞ <laughs> 非常に多いぞ。えー、っとね、まあ確かに体格はね、体格は見るからにあのヘビーですよ。ヘビー級ですよ。まあ、メタボイヌって言ってるぐらいなんでね。あのー、お腹の肉もドーンデーンなんでね、ありますから。からそれを考えたらね、あの、普通の量ってどうなのっていうね。あ、ただあのー、あれだ。えー、っとね、A チームの勝さんは、 多分、オリオと同じぐらいじゃないかな、食は。カツさんもね、あの、そんなに量はいかないんですわ。量的にはね。だから、カツさんが普通なのかな。それぐらいだと思っていいかな。もしカツさんが普通なら、オリオも普通。まあ、そんなに食が細い細いっていうほどではないってことになるんだけど。うーん、まあ。 まああれですよ。あの、食が細いやつでもね、えー、食べる時間だったり、あと食べる内容だったり、あと動くか動かないかだけを考えていくとですね、えー、まあ太るぞと。<laughs> こんな体験になっちゃうぞっていうね、あの、いい見本になっとるわけですよ、今はね。うん。まあそんなデブ談義は置いといてですね、あのー、今回のこの、江口さんのね、えー、一緒に行った、えー、21のライブ、 えー、21のね、えー、ファーストライブツアーノルジャ。ノルジャがね、またね、かっこいいのよ。まあ、そりゃ、光の演出もあるし、あと、巨大なね、モニターを設けて、そこに、こう,う、なんだ、映像をね、投影するってやり方もあるから、もう、お金さえかければ、そりゃ迫力のあるステージっていうのできるんですけど、やっぱり自分たちがね、あのー、 好きなアーティストのライブなわけだから、それでまた1.2倍増しみたいなね。あのー、もうそ、通常に見ただけでもライブはかっこいいんだけど、あのー、もう一回り面白い、かっこいいみたいな、そういうのがね、あのー、ノルジャではすごく感じられました。やっぱりあのー、なんだ、21の前にも少女時代がいいとか、あとカラーがいいとか、K-POP がいいとかね、散々、 記事では書いてきてますけど、トゥエニワンはね、もうがっちりツボにはまっちゃったんですねオリオンはね。うん、あれは本当はまってるよね。今も現在進行形で。もう中でもやっぱりね、あの民、ー、治、トのエニワンのね、民治がかっこいいのよ。あのー、もうなんだ、えぐ、ー、ちさんからもね、ひいき目とかって言われたりするぐらいね、あのー、ずっと民治民治言ってたんですよ。 で、民事がわかんない人はね、あのー、画像検索でちょっとパソコンあたりでね、やってみてください。最近は、あれかい携帯でも画像検索とかできるのかいよくわかんないけどさ。あのー、21の民事っていう風にね、調べてもらえれば、えー、すぐ出てくると思います。まあ、まだ10代じゃなかったかな。かっこいいんだよ、すごい。すんごいかっこいいの。で、あのー、ちょっとね、時間に余裕のある人は、あの、21のね、 えー u t u b e の動画で、えアイアムベスト。私が一番っていうね、アイアンベストっていうね、あの PV をちょっと見てください。その中で、あのー、頭からね、鎖片びらみたいなのをかぶって、指輪をね、シルバーの指輪をぐるーって回す、ぐるーって回す感じのね、女の子。それが民事です。もう、その、 PV のね、その指輪をぐるーって回すシーンからもう、オリオは心つかまれてますので、民事にね、えー、ぜひ、お時間に余裕のある方は一度、見てみてください。えそれからですね、もう時間もそろそろ押してきてますので、えー、最後にいたしますが、あのー、ちょっとですね、問い合わせが来ておりまして、<laughs> まあ答えにはならないんですけど、あのー、記事の方にもちょろっと書きました、えー、ビッグゲスト。 ビッグゲストがですね、あのー、もしかしたら男女混合で3人、突然俺ら死にやってくるかもしれないというね、えー、ありますけれども、これまだですね、あの、本人たちは、本人たちはですよ、あくまで本人たちは出ていただけると、いうね、ありがたい言葉を頂戴しております。ただ、ただね、やっぱ3人が3人とも、あのー、揃うのは難しいんですよ。 だから、いつになるかわからないっていうのと、あと、どういう形でねあの、ラジオに参加するかっていうのもまだちょっと未定ですので、あくまでオリオがですね、あのー、先走って、えー、俺ら字に出ない、イエーイなんて声をかけてるだけなんで、まあ、その辺は、あのー、追ってさたね、決まり次第、えー、発表させていただきます。えー、本当にねあの、この人なんじゃないの、あの人なんじゃないのっていうね、あの予想を立てて、えー、メッセージを、 いいただいてるんですがごめんなさい。それにはお答えできません。<laughs> 申し訳ない。あの、その人たちがね、出られなくなった時に、ちょっと気まずい思いしちゃうかなっていうのもありますし、あと、オリオ自身がね、あの、先走ってその人たちに、イーイ出るんだってつって言って、その人らにプレッシャー与えるわけにもいけないので、えー、ちょっとまだお答えするわけにいかないんですが、あの、ビッグゲストがですね、えー、もしかしたら来るかもよっていうね、 程度で今は押さえておいてください。ほんと申し訳ないです。てなわけでですね、えー、時間も15分をちょろっとオーバーしておりますが、えー、本日の、えー、92本目のファイル、これにて終了となります。えー、それでは次回のファイルでお,たお会いしましょう。噛んった、えー。パーソナリティのオリオでした。<noise>